はい、さっきと言います。よろしくお願いします。今日はですね、オリラジ中田さんの提言は成功か失敗かという内容になります。オリラジ中田さんのですね、松本さんへの提言騒動なんですけど、思ってたよりもあっさりと終了しそうな雰囲気です。先頃ですね、オリラジの2人が YouTube で騒動後についてといったテーマで対談の配信をしたんですけど、その中でですね、藤森さんから松本さんのツイートのですね、テレビとか YouTube とか関係なく2人だけで話せばいいじゃん、連絡待ってるというコメントに対してですね、松本さんと2人で会うのっていう中田さんに聞く場面があってですね、でその中田さんの答えが、いや、やっぱでも直接2人で会ってもそんなに面白くはないと思うんだよね、会ってもみんなネタにできないだろう、みんなでワイワイやれるから楽しいといった返答をしてまして、で特にこれといって松本さんに返信などもしてないようなので、これ以上の進展はなさそうな雰囲気なのかなと。でさすがにあそこまでですね、大風呂敷広げてたんで、何かその独自にこのお笑いコンテストとかでも始めるのかっていう、その振りなのかなっていう見方もちらほらあったんですけど、どうやらそういうことでもないみたいでして、そういう意味ではちょっと肩透かしという印象が多いのかなと。つまり散々喧嘩売っといて、じゃあ対マンでやろうかと言われた途端に、いや冗談ですよみたいな、本当冗談通じないですねみたいなやつですね。で最終的にはなんか好きすぎるがゆえにやりすぎちゃったっていう方向性のモノマネ芸人みたいな言い訳で終わらせた模様です。で個人的に今回の件でですね、一番印象に残ったのとしては、松本さんのツイートのうまさですね。邪魔くさいクレーマーを退治する時の完璧な対応だなと。タチの悪いクレーマーって背中を見せるとつけ上がってきて、余計エスカレートしてくるんで、早めにカウンターを浴びせるっていうのが鉄則なわけなんですけど、かといってあまり強すぎずですね、その鼻先に軽くジャブを当てるぐらいの感覚で、それでいてもちろん論破なんていうのはもってのほかで、相手にいかにこう勝ったと思わせてあげるかっていうのがポイントになってくるわけなんですけど、そういう意味ではこのテレビとか YouTube とか関係なく2人だけで話せばいいじゃんっていうのは、この中田さんの土俵には上がらないよと、断りつつ、けどなんかそのまま背中を見せるわけではなくですね、怠慢ならいいよっていうそのジャブを出しながらも、けど内心はどうせやらないよねっていうことが分かってるっていう、で連絡待ってるって相手にボールを渡しちゃうっていう、この一文だけで終わらせられるこの文面、あとタイミングっていうのは完璧だと思いますんで、ぜひですね、世の中のカスタマーセンターの人は参考にされるといいかなと。ですのでその人としてのその戦闘力としてはですね、悟空が初めて神様に会ってですね、ピッコロと見間違えて飛びかかっていってですね、でデコピンで弾かれたぐらいのレベルの差があった印象ですね。でご本人同士のそのやり取りとしてはそんな感じで、けど中田さんだからこそできたこととしては、やっぱりこうして大きな騒動になったっていうことは事実としてありますよね。でこれはその中田さんの発信力はもちろんですね、そのやっぱり目の付けどころとか、その松本さんに意見を言っちゃうっていうこのなんか競売力みたいなこともいろいろひっくるめて、中田さんにしかできないことだったから、ここまでの騒動にできたっていう。ですので、これがもしその、中田さんにとってのゴールだったとしたら大成功なんだとは思います。で、騒動全体の話で言いますとですね、ちょっと複雑だなって今回感じたのが、そのざっくり、批判と賛成と、どちらもあったと思うんですけど、ただその、それぞれの土俵が違ったっていうところですよね。批判を生んだ部分で言いますと、やっぱりその中田さんが松本さんをディスったっていうその構図の部分ですよね。要するにそのもう、お前ごときがそんなこと言える口かっていう、批判ですよね。で賛成の部分はその中田さんの提言内容、お笑い界においてで松本さんの権力が大きすぎるっていう提言内容のこと、確かに言わんとしてることはわからんでもないっていう、でこの2つの別々の土俵があって、でそれで、あっちの土俵とこっちの土俵で戦おうとすると、なかなか噛み合わないっていうことになる気がするんで、今日はそれぞれのですね部分に分けて、ちょっと個人的に感じたことをまとめてみようかなって思うんですけど、でまずはその批判的な声が多かった方のその中田さんが松本さんをディスったっていうその構図に関してからなんですけど、でこれに関してはその下の人が上の人に意見を言うっていうこと自体は、個人的には全然いいと思うんですよね。そうじゃないとトップには誰も何も言えないことになっちゃいますからね。むしろ最近だったらその上の人が下の人に意見を言う方がパワハラみたいになっちゃって難しいっていうのもあると思いますし、ただその圧倒的に強い人をディスるときは、そのむしろこの真下から刺すぐらいが鉄則だと思うんですよね。カイジのいいカードみたいな感じで、その王を打てるのは奴隷だけっていうやつみたいな感じで、その真下にいるからこそディスれるっていうのは定石だと思うんですけど、ただ中田さんの場合はその真下から行く感じでもなくて、そこそこ
う上から行こうとしてた感じが、まあ、ちょっと見てる側からすると痛々しい印象を与えてしまったのかなっていうのと、あとその対等かあるいは上から行くのもまあもいいと思うんですけど、その場合ですとやっぱり最終的にはその解決策を提示しないと、まあ、成立はしないですよね。例えば今回で言いますと、その松本さんが審査員をやりすぎてて、松本さんに面白いと思われない芸人は売れない、そもそも審査員っていうのは芸人のその後に影響を与えすぎてて権力が強すぎると、なので今度私は審査員がいないお笑い賞レースを開催しますとかだったら理解できるかもしれないんですけど、松本さんが審査員をやりすぎてる、だからいくつか降りてくれないですかねだと、なんでっていう話になっちゃうと思うんですよね。なんかプレゼンで言うとなんか問題提起だけして終わっちゃったような印象なんで、まあ、具体的に中田さんの話の中で言いますとですね、その M1 とか賞レースっていうのがまあずっとやられてきて、でまあ、それが、ネクストスターを生む目的だったけど、松本さんを超えた人が生まれてない、松本さんが松本さんを超える芸人を発掘できなかったとか、松本さん以外の価値観を持つ人たちにそのハンドルを渡すことでお笑い界に新しい価値観や新しいスターが生まれる、それがお笑い界全体への貢献になるのではないでしょうかといったことまで言ってるんですね。これはもう完全にだから自分が開催しますのもう振りじゃないですか。けど実際はそういうこともなかったっていう感じなんで、ですのでそのまあ実績で負けてる人がその強い人に意見を言うっていう構図自体は全然いいと思うんですけど、ただその対等で行くんだったら、まあ特にね、その中田さんぐらいの力がある人だったら、やっぱりその問題を解決し得る解決策まで提示して、まあガチンコ勝負してほしかったなっていうのは、まあ個人的にも感じましたし、まあ、その辺が多分、まあこれに関しては批判がちょっと集まってしまった原因にもなってるのかなっていうのがまず一つ目です。で、次にその比較的賛成が多かったのかなっていう、まあ中田さんの提言内容自体ですね。要はお笑い界において松本さんの権力が大きすぎると、芸人にとって大事な番組っていうのが、まあ、ほぼ全て松本さんがやってるっていうところは、まあ、確かに現状としてはありますよね。まあ、中田さんがおっしゃったのが、まあ、M1 で漫才、キングオブコントでコントで、一本グランプリで大喜利、滑らない話で漫談って、まあ、全部松本さんじゃんみたいなっていう話ではあったんですけど、ただこれもちょっと個人的にはですね、そのこの中田さんの話を聞けば聞くほど、まあ、結局は改めて松本さんの凄さとか、なんか活躍ぶりが再認識されただけで、じゃあ松本さんをそこから下ろすのが果たして正解なのかっていうと、まあ、個人的にはちょっと疑問の方が大きかった印象はありましたね。まあ、松本さんを超える芸人が出ないっていうのは、まあ、周りの問題であって松本さんの責任とは言えないでしょうから、これが例えばその全ての番組で松本さんが優勝者は俺とか言い出して、全部の番組で強引に自分を優勝させるとかですね、そのテレビスタッフを脅して、俺の面白いところだけ使って、他の奴らは滑ったところだけ使えとか、なんかあまりにも自分勝手な暴君ぶりを発揮してるみたいなことだったら問題だとは思うんですけど、まあそういうことでもないでしょうし、まあむしろ他の芸人の力が発揮できる番組とか、その新しい芸人が発掘できるような仕組みの番組を作ってるようにも見えるんで、まあ実際これってすごく難しいことで、まあ芸人を発掘するとは言ってもあくまでもメインはテレビ番組として、まあ、視聴者が楽しく見れなきゃいけないんで、まあ、その中で、まあ、一本グランプリとか、まあ、滑らない話っていうのは、まあ、すごくうまくできたコンテンツだったと思います。まあ、実際そのさすがに松本さんを超える人までは難しいと思うんですけど、まあ、そういった番組から売れた人っていうのは、まあ、いますからね。で、まあ、審査員に関しては、まあ、確かに多いのも事実だと思うんですけど、まあ、ただそのもしお笑い芸人として賞レースに出るとしたら、まあ、やっぱりその芸人さんにとっても、まあ、松本さんがいるかいないかっていうのはモチベーションにも関わってくるでしょうし、まあ中田さんの話の中ではその松本さんが面白くないと言ったら面白くないことになっちゃうとかっていう、まあ、話とか、あと優勝者以外は日の目を浴びないっていう、まあ、話もあったんですけど、まあ、逆に優勝できなかったとしても松本さんに面白いって言われることで見られ方が変わるっていう、まあ、プラスに働くこともありますでしょうし、例えば M1 で言いますとミルクボーイが優勝した時にかまいたちが準優勝 でその後のインタビューで山内さんが準優勝だったのは悔しかったけど松本さんが票を入れてくれたことが自信になったっていう話もされてたんで、まあ、そっちのプラス面もありますからね、まあ、どっちかといえばプラスの方が大きいんじゃないかなっていう気もしますよね。でただ、まあ、中田さんが多分一番言いたかったのは、まあ、そのご自身も踏まえてなんだと思うんですけど、じゃあ松本さんから面白いと思われない芸人はどうやってテレビで売れればいいんだって
ていうことだと思うんですよね。でこれに関してはですね、まあ、結論松本さんに認められなくても面白ければ売れると思います。いくら影響が大きいとはいえですね、まあ、そう全てのテレビ番組の中で松本さんが出てる番組なんて、まあ、ごく一部なん でそれ以外の番組でも芸人使いまくりますし、でそこで松本さんのことなんて全く基本的に意識してないです、他の番組では。なのでテレビで売れるっていうことに関しては、M1 なんかより食レポがうまいとかの方が重要かもしれません。 M1 はあくまできっかけとしては大きいとは思うんですけど、あとはそのワイプのリアクションがうまいとか、浜田さんなんてワイプめっちゃうまいですからね。あとはその VTR に対するコメントがうまいとか、あと例えばダウンタウンデラックスとかでもですね、まあ結局どれだけ出番があるかっていうのはそのほぼ事前のアンケートで決まります。テーマに沿ったエピソードっていうのを、まあ、それぞれ事前の打ち合わせとか、まあ、アンケートとかでタレントさんから聞いておいて、でその中から面白いエピソードを本番で振って語らせるっていう流れがまあ一般的なので、要はその MC とか、まあ、ダウンタウンさんに披露する前にですね、まずはスタッフが精査するわけですね。なのでそのスタッフがまあ面白いと思うそのエピソードを書かないと、まあ、そもそも本番で振られもしないんで、ダウンタウンどうのこうのはもうその後の話だと思うんですよね。でそれで言ってしまうと M1 もキングオブコントもですね、そのまあ松本さんが審査するっていうのは決勝だけですから、そこに行くまではその裏方の人たちが選んでるわけですので、まあその決してその松本さんに選ばれなきゃ売れないっていうわけでもないと思いますし、まあ、そもそも松本さんの前に立つにはもうその他大勢の人たちから選ばれないと勝負すらできないんで、まあテレビで売れる売れないに関しては、まあ決して松本さん一人だけの問題ではないんじゃないかなとは思いますけどね。はい、というわけでですね、以上、オリラジャガツさんの提言は成功か失敗かという話をさせていただきました。ありがとうございました。